私はシャルーンホルスト。どんな戦闘でも最後の一瞬まで持ちこたえてみせる。これこそ私のこだわりとプライドだ。戦闘のことなら私に任せろ。このシャルーンホルストの辞書に逃げはない。お前が指揮官か？その力見せてもらうわ。今戻った？ちょうどいい。今試し撃ちしているところだ。人の傷跡を嘲笑うのは傷を負ったことのない人間だけよ。空母のようなふわっとする奴らが私と同等以上の戦闘力を持っているなど私は認めないわ。私の前を29ノットで航行しないよう同僚たちに伝えてくれ。思わず撃ってしまうからな。醜い姉妹いい名前だな。戦争そのものと同じよ。私は引かない。そこから動くなよ指揮官。この一発耐えたら許してあげよう。任務？なもの、一気にやっちゃえってんだ。報酬？こういう時が一番嬉しいものだ。お前宛てだ。人気者だな。いい感じじゃない。お前も戦闘に慣れてきたわね。勇気のない人間に戦場に立つ資格はないぞ。いつもどんどん強くなって敵をやっつけることだけを考えていればいいものの、現実はそううまくいかないものよ。お前の艦隊はいいところだ。ここなら頑張れる気がする。おや指揮官、みんなと演習してきたがみんな元気いっぱいだったわ。指揮官が頼りになるからこそこうなるものだ。ここはますます気に入った。引かないのは何も恐れないのではなく、引けない理由があるのだ。過去は鉄血のため、そして今は指揮官、指揮官の艦隊のためだ。軍事委託が完了された。ったく、こんなことは私と妹に任せればいいもの。次の戦闘に期待だな。敵の残骸を引き砕いていけ。信頼できるものがあるとすれば、それが私の砲塔たちよ。次は負けない。アントーン、ブルーノ、セーザル、全門発射用意。最後の一瞬まで戦い抜いてみせる。シャルーンホルストだ。決して引かぬことこそ我がモットー。気性が荒いと言われるゆえ、言葉のあやでお前に立てつくこともあるかもしれん。あらかじめ知っておくことだ。鉄血巡洋戦艦シャルーンホルストだ。優秀な指揮官と協力できるのを楽しみにしている。我が期待が覆されることがないよう願いたい。来たからには仕事モードに入るんだな。まずはこの書類の確認だ。傷跡は全て死神をしのぎきった証だ。空母め、情報戦と遠距離戦においてはこちらを上回っていると認めではならんな。怪我は治る。心の傷は時としてそう簡単にはいかん。醜い姉妹思い出深い名前じゃないか。敵に憎まれることは最も説得力のある評価になろう。疲労か。じきに休めるからもう少し持ちこたえろ。低俗な。今はこんなことをしている場合か。任務を手伝う人手がいる。お前、私が適任ではないとでも言いたいのか。いい話がある。任務完了だ。そして報酬も確認してある。お前への手紙だ。重要なのはマークをつけてある。激戦の後は一番気が抜けやすい。警戒を怠るな、指揮官。軟弱者が艦隊を背負うには力不足だな。戦場では悲観だが、普段の情報を知らないやつじゃあるまい。母校には切磋琢磨を好む連中がいるだろう。何人か紹介したまえ。お前の母校にはすでに馴染んでいる。切磋琢磨をおろそかにしていないが、少しずつ怠けてきているな。なんだこの久しい安心感。この安心感がなくなるときに何が起こるのだ。そんなの起こさせない。空手形を切るとでも言うのか。だがお前が言うならばリアリティも増すか。委託から戻ってきた仲間か。お互い出迎える余裕がなければ代わりの手配をするんだな。一斉者を試してみるか。耳元でやかましい連中は徹底的に叩かねばな。我らに立てつくゲスどもにふさわしい結末だ。まだだ。今はまだ悲観。戦に慈悲などない。盾ついたことを後悔させてやる。